サンティアゴ・アティトランは、グアテマラ共和国、ソロラ県の自治体、アティトラン・コナンガンに位置する。住民は、主に、マヤ先住民のツトヒル族。サンティアゴ・アティトランは、アティトラン・コナンガンの入り組んだ、湾内に位置し、東にトルマン火山、南に、アティトラン火山、湾の対岸に、サンペドロ火山という3つの3000メートル級の火山が、そびえる。 ツトゥヒルはこの土地を聖地と考えている。中央広場の近くにある首都サンティアゴ、小教区教会は1572年から1581年の間に建設された。マヤの伝統的な信仰とキリスト教が集合し、特に聖衆館にはこの特徴を持つ祭儀が現在も見られる。マシモン、またはリラフマムと呼ばれる帽子を二重に被って、タバコとラムシを好む。 独特の神格もよく知られ、サンティアゴ・アティトランの守護神と考えられている。アティトラン港を横断して、西のサンペドロ・ラ・ラグナや北岸のパナヘルへ行く船が定期運航している。この地に、ツトゥヒルが住むようになったのは、ここ天気候期と考えられている。サンティアゴ・アティトランは、ツトゥヒルの中心的な土地であった。近くに先コロンブスキの遺跡である、シュアティネミットがある。 ペドロデアルバラードの率いるスペイン人はカクチュケル族と同盟して1524年にツトゥヒルを征服した。しかし植民地時代を通じてグアテマラ経済は沈退しスペイン人による植民地化はいくつかの主要な都市に限定されたため辺境であるサンティアゴ・アティトランはかなりの程度の文化的自治を保った。キリスト教家にもかかわらず ツクヒル族は20世紀まで伝統的なマヤの生活を送っていた。1970年代にはまだ男性の大部分と女性のほぼ全員が伝統的な衣装を身につけていた。しかし、湖と山に囲まれているために発展が難しく、人々は農業をやめて、首都のクアテマラシティなどの都市に出稼ぎに出るようになり、また交通が整備されて他の地域との接触が増えたことにより、 伝統的生活は急激に変化した。グアテマラ内戦中にオーパーゲリラ活動の温床となり、それに対抗してグアテマラ軍が駐留してゲリラの進パを探して殺害した。1980年から1990年までの間に人口2万人のうち1700人が殺害された。戦闘が収まって不要になってからも駐留を続ける軍隊は、 民衆の怒りを呼ぶようになっていった。1990年12月2日、中流軍の兵士が地元の商店主の娘を交換して、盗みと暴行を行う事件が発生した。翌日、数千人の人々が抗議のために集まったが、兵士たちは非武装の人々に対して発砲し、13人が即死した。この事件に対しては、国際的な非難が集まり、グアテマラ政府は、 中流軍をサンティアゴ・アティトランから撤退させた。これにより、サンティアゴ・アティトランは、当時のグアテマラで、唯一の非武装地帯となった。2005年のハリケーンスタンによって、アティトラン小一帯は、大きな被害を受け、サンティアゴでは1000人近い死者を出した。近くのパナバルは土砂崩れによって、村が完全に消滅した。 サンティアゴは災害からの復旧のための国際ボランティアの拠点として使われた。ありがとうございます。